JR 貨物の EF65 は、全車両が新鶴見区間区に配置されています。2022年3月のダイヤ改正で、四国の運用から撤退してしまうと、噂の EF65 を記録し続けてきました。今回は、2021年度に撮影した動画で構成しています。EF65 2000番台は、昭和44年から昭和54年にかけて139両が製造された元1000番台の車両です。現在は後期型の車両で運行され、四国でも松山貨物ターミナルまで入線しています。高松から伊予三島の間で運行される3079列車は、昼間に四国で見れる唯一の EF65 牽引の貨物列車となっています。3079列車は途中、多度津には30分以上停車し、多度津を出た後も佐久間、高瀬、観音寺の順で伊予三島に到着するまでに代行列車の待ち合わせで複数の駅に停車するため、何度も撮影することが可能な列車です。それでは3079列車の思い出のシーンを、木梨から撮影地に切り替えてみます。